は社長です。今回ですね、年末ってことにもなってきてまして、ちょっと去年もねやったイベントにはなるんですけど、ちょっとショップの中でねオンラインの方でできることってことでね実施させていただこうかなと思っております。じゃあ何をするのかってことにもなってくるんですけど、よくですね年末年始になってくるとやっぱあるのが福袋ってところになってくるんですけど、うちの方でも送るのがそもそも袋じゃないってことにもなるんで、福箱、発泡スチロールにて発送させていただこうと思ってるってこともあるんですけど、それ含めてのヘラクレスの森の専用の福箱でイベントって今回やらせていただこうかなというふうに思ってたところになってきてます。そこに出てくるですね生態の方をですね、全てをご紹介できるかってことに関しましてちょっと定かじゃないですけども、時間が許す限りですねこの動画の中でお届けしていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあね早速見ていきましょう。はい、ではですねこれがヘラクレスオオカブトのですね、ヘラクレスの福箱の末になるんですけど、極太のヘラクレスってところになってきます。でここに関しましてかなり太いヘラクレスってところにはなってくる、ブル系のね血統のヘラクレスになるんですけど、そこのところのオスメスペアってところでご準備させていただくってところがまず前提にはあるといったところです。まあね、太めのねヘラクレス狙ってみたいなって方であれば、このねオスメスってところで組んでいただければ極太のヘラクレスね狙っていけるんじゃないかというところがあるような、そんなセットになってるってところがまず1点ですね。あとねもう一匹ってところになってくる、これがね極太ヘラクレスってところのですねノーマルタイプになってくるヘラクレスさんです。なので、V大的に言ってくれば次の時にもしかしたら極太が出る可能性もあるなってところのヘラクレスってところですね。それのオスメスペアってところをつけさせていただきます。メスに関しましてがその専用の、極太のメスってことではないじゃないんですけど、次のねこういった類大のところでもしかするとその太さが出てくるかもしれないところを含めての極太のヘラクレスのね箱ってところで実施できればってところの答えのこのペアご準備していくってところになってきてます。そしてですね、はい、うちの方でですね過去になるんですけども、ヘラクレスねこの動画の中でご紹介もしてるんですけど、このねライオンゼウスとブルケットってところを掛け合わせさせていただいた、これ幼虫ってところがうちも結構ブリードしてるんですけど、その中のねオスメスペアってところでご準備できればっていうふうに思ってるってところになってきてます。なので次のねこう生まれてくる子が絶対に極太になるかってこと、これに関しては定かじゃないんですけど、僕ら全員ねここに関しても定かじゃなくってこと、 100% ね太いのが生まれてくるって保証があれば全然いいんですけど、そこはない中ご了承いただきたいんですけど、そこのところの 70g オーバーぐらいの個体ってところをですねちょっと幼虫のコンディション見ながらですね、ちょっとそこは調整できればってことも思ってはいるんですけど、そういった固定のオスメスペアでご準備できればというふうに思っております。メスに関してもこんな感じでところです。タイミング的に一緒になるかってこと、羽化不全になるかは、ね、本当にここは分からないので、ここはねご了承いただきたいだってところになってきている。これがですね6種ってところ合わせてのこれがヘラクレスね森の福箱の松ってことになってきます。極太のセットとも言えるような松になってますんで、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ続いてになるんですけど、これがねヘラクレスの森の竹ってところになるんですけど、竹に関してが今回2セットご準備しようと思ってるんで、一応 A と B って名称を付けさせていただいてるんですけど、もっといい名称あるかもしれませんが、そういったところをですねちょっとご提供していこうってところを思ってるってところです。これがね極太ねノーマルのですねヘラクレスってことにはなってくるんです。これもね入ってるといったところになるのがこの竹にはなってきます。ヘラヘラがね結構ねメジャーなので、そこを含めてってところでご準備をねオスメスペアでできればというふうに思っております。はい、そしてねリッキーくんになってくるんですけど、これコロンビアのサンタンデルさんのねリッキーくんになってくるんですけど、そこのところをねオスメスペアでご準備していくってところになってきております。動画に関しましてはですねお届けしていく中にはなるんで、生態のね写真等がね販売ページ等には載ってないかもしれないんですけど、その点ご了承いただきたいなというふうに思っております。これのオスメスペアってところになってきているので、これしかもメスが爆散セットってところでメスを2体付けさせていただきます。はい、こんな感じでメスを出て68ミリと70ミリってところでのご準備をしていくってところにはなるので、両方ともですねメスに関しては即ブリモードのメスたちってことにもなってくるんで、交尾ねしていただいた上で産卵セット組んでいただければ、もうすぐにですね産卵していくってこともね、ペアリング含めてもできる個体たちってことにもなるので、実施してみてほしいなと思ってます。これ産地含めて合わせている個体にはなるので、それ含めてはご心配なくねやっていただければと思います。はい、そして続いてになりますけども、これがねヘラクレス森姉妹です。
すいません、ちょっとね水分の兼ね合いでちょっと黒くなってるんですけど、ちゃんと色が出てくればちょっとどっちかっていうとね褐色っぽい色味になるのがこの森姉妹くんってことにもなるので、まあ、ゼリー食べたりとかね、そんな中によって色が変わっちゃうんで、その辺は、ね、ご了承いただきたいなというふうに思っているといったところです。これのオスメスペアってところにはなってくるので、この森姉妹のメスってところなんですけど、これ森姉妹めっちゃ綺麗に出てるんですよ、色ヘラヘラとメス違うでしょ、ここの色がところになってくるような、そんな森姉妹のメスも今回はついてる、そんなペアとなっているところでございます。続いてガンにはなりますけども、これがヘラクレス森の福箱の B の方です。これに関しては先ほどと同じで、まあこれガッと動いてましたけど、今のねこれヘラクレスリキってところをつけていくってところがね、まずね一つになるんですけど、先ほどと比べてなるんですけど、メスの方ですねってところを見ていただきたいんですけど、サイズでかいです、ね、サイズでかいんですよ。これね1匹で、ね、75ミリなんですよ、リッキーで75ってだいぶでかいですよ、メスってところの個体ってところが今回爆散セットって形でお付けさせていただくといったところにもなるので、まあ、リッキー含めてね産卵セット組んでいきたいなってところで類体重ねていきたいって方であれば、これはねちょっと大きめも狙えるようなそんなヘラクレスのセットになるんじゃないかなというふうに思ってるといったところでございます。ちょっとね下変えれてないんで今ちょっと汚れてますけど、綺麗ですからね、大きいですしねところもあるような、そんなリッキー君です、はい、そして、ね、これが、ね、結構レアですってところがヘラクレストリナデンシスですねってところの、結構サイズも大きめで立派なヘラクレストリナデンシスところ、これのオスメスペアってところになってきます。まあ、トリナデンシス含めてもねなかなかいないですしね、今度からブルーゼインと一緒になるって言われてはいるんですけど、うちの方ではまあ今までトリナデンシスって言われてたところの呼び方での個体の中での種ってとこですね。なんでトリニダードトバコさんってところのオスメスペアってところでご準備をしていくってところです。うちの方ではショップの方ではまだブルゼニアブルゼニで呼んでるんで、それはそれかなって感じですね。っていうのがこれのオスメスペアがいるよってところです。あとね1匹ね、おまけというのが正しいかわかんないですけど、これ森姉妹のオスってところをね1匹付けさせていただくってところにもなってきます。ヘラクレスの足集めてるって方であれば、ちょっとこっちのねセットに関しましてはね、おおって思っていただければいいかなというふうに思ってといったところになってきて、なんで森姉妹もね探せばメスさんとかもねいるかもしれないんですけど、なかなかね数いないので、うちでも結構オスに偏って羽化してきたってことも経緯としてあったりするので、こういった並びになってるってところもあります。ちょっとねご了承いただきたいなというふうに思ってはおります。はい、続いてがですね、これがヘラクレスの森の梅セットですね。先ほどが竹セットをねお届けさせていただいたんですけど、これが梅となってきてます。でパスカリになってくるんですけど、まあ、ここのところね角のね突起のところが全くないのが特徴であるのがこのパスコアリ君ってことにもなってくるんですけど、このパスコアリねオスです。なのでメスに関してうち結構幼虫いるんですけど、これねメスを今幼虫つけたとしても多分合わない可能性もあるんで、今回に関しましてこのね梅のセットに関してはどっちかというと観賞用に近しいような個体が多いかなってところです。なので産卵セットを組んだりとかブリードをするってことではないことを目指す方に関しては良いセットかなと思ってるといったところではございます。いるやつもいるんですけどってところです。このパスガイがまず一つですね。で続いてがこちらがなんですけど、ブリュゼニです。なんでブリュゼニに関しましては、先ほど言ったトリナドトバコさんのトリナデンシスとこのブリュゼニってところが一緒になるんじゃないかというふうに今言われてはいるんですけど、一応これベネズエラ産なんですよ、意味でいくと。なんでベネズエラ産のブリュゼニなんですけど、世間で言うともしかしたらベネズエラ産のトリニダデンシスってことになるかもしれないです、今後。ここはちょっとね、定かじゃないんですけど、うちは一応ブルゼニって形でお届けしていくんですけど、かなり角も綺麗で、羽もね、綺麗な色出てるんですよ。ってところもある個体なんで、ちょっとこの辺も気になるよって方であれば、手に入れていただくってことが今回できるといったところになります。で、あとですね、ここに関してが、これがヘラクレスレイディ。ってところです。まあねヘラヘラではないんですけど、ちっちゃいねオスってところの特徴を持っているレイディってところなんで、まあ、レイディの方もバウドリーに合わせられるらしいんですけど、一応うちの方ではレイディとまた呼ばせていただいている個体たちってことになります。でこれに関してはオスメスペアってことでのご準備をしていくので、結構ちっちゃいね
こういったヘラクレスが欲しいよって方の需要も結構あるので、ここに関してはオスメスペアでご準備できるのでご提供していこうと思っているってところになってきております。はい、そしてね、これがクワガタの福箱になってくるんですけども、これがタランドソーツヤクワガタですね。サイズがね、77mm オスあってメス54あるんで、まあ程よいサイズ感ってところになってくるような個体です。なのでタランドスも結構長生きですしねってところを含めても、タランドス今成熟ちゃんとしてるんで、産卵セット組めば全然産んでくるのかなっていう種類がまずいるよってところが一つです。でこっちがですね、モセリ黄金オイのペアですね。これが、まあ、黄金オイやりたいなって方とかであれば、うちもね、クワキチもそうですけど、産卵を成功するじゃないですか、モセリちゃん、はい、幼虫とかもいたりもするんで、まあまあそんなことを含めても、まあやりやすい種なのかなって、黄金の中でもっていう風にちょっと個人的には思ってるような、そんな種でもあるので、まあババとかではないんですけども、そういったモセリもね、黄金やりたいよって方であればチャレンジしてみてほしいと。どっちも成熟してるんで大丈夫かなという風に思っております。はい、それとですね、これが最後のご紹介なんですけど、これがね、デギウスオオツヤクワガタですね。さっきのタランドスとちょっとね似てるんですけど、これ赤レギと呼ばれる方の種のレギウスってとこにもなってきます。ちょっとね、これメスさん今いないんですけど、オスタンなんですけど、まあ、オオツヤクワガタ含めて好きだってことであれば、タランドスとレギウスが同時に手に入るってことにもなるんで、あとねメスさんをね、まあ、どこかしらで探していただければ、そちらの方でねペア組んでね、産卵セット組むことも可能になるかなと思うので、サイズ言ってくれば 72mm ほど合ってくるんで、結構いいサイズの赤レギじゃないかなというふうに思っているといったところもあります。そんなのがついてくるのがこのクワガタの福箱といったところになってきます。はい、そんな感じで、ね、ちょっと今回駆け足でお話しさせてもいただきましたけど、ヘラクレスの森の今回年末年始ってところで行う福箱ってところにもなってきます。この福箱に関しましては、実店舗でも同じセットくださいってことであればご提供すること自体は可能ではありますし、オンラインってことであれば先ほどお話しした発泡スチロールの中に詰めてですね、カイルとかもちょっと詰めさせていただいて全国発送させていただくってことにもなってはきますんで、こういったどちらか含めてで、今回に関しましては5つですね、セットを組ませていただいているってことにもなってくるんで、この5つのどれかってことが気になるよってことでありましたら、このね概要欄の方に貼ってありますオンラインサイトの方ですね、そちらの方を見ていただいて手に入れていただくってことができるかなってところになります。ただこれに関しましても、うちの方も5つしかないんで限定5個ですってところになってくるんで、この5個の福箱ですね、どれが欲しいのかってことをご選択いただいてご購入ください。希望日ね、到着日ってことありましたら、この購入の時のリコーラの方にいつ欲しいよってことを書いていただければ、その日時に合わせて発送もできますし、なければね、このご注文いただいた翌日に基本的に発送することになるかなと思いますので、ご了承いただければというふうに思っております。そんなんで今年1年2023年かなり駆け足ね、駆け抜けたってことも、ね、今年ありましたけど、それ含めての最後のね、うちの方がご提供できるある種イベントってところにもなる、今回情報にもなりました。そんなね、カブトムシクワガタの情報今後もお届けしていきたいと思いますので、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ほどよろしくお願いいたします。またですね、いいねとコメントいただければ私は制作よく寝まして励みになるとても嬉しいです。さて引き続き動画の方、場所よろしくお願いいたします。それでは。